はい、酒好きな新潟人動画、今回は、またウイスキーですね、買ってしまいました。グレンフィディック。グレンフィディックだっけ？グレンフィディックだっけ？12年です。値段がね、いくらだっけ？2500円ぐらいで売ってました。箱付きのね。グレンフィディック。だったっけ。なんか箱の中に入ってる。One day you will。 うわぁ。英語でなんか書いてあるけど。12年と15年と18年。と？50年っていうのがあるみたいだね。わかんないけど。50年とか高すぎるだろ。よし。それじゃあ、飲んでいきましょう。グレンフィディック。度数が40度。スコッチです。シングルモルトスコッチウイスキー。美味しいかな。あ、これも飲んでみたかったんでね。前々から欲しい、買おうかなと思ってたんですけど。まあ。なんだ。スーパーニッカ。買ったついでに。これも買うか、つうことで。買ってみました。安定のコルク。コルク。よいしょ。乾杯。おお、すっげえなんか、蜂蜜みたいな香りがする。うん。うん。香りがなんか、本当になんか蜂蜜っぽいな。うん。味が結構甘い。で、香りも強い。うん。グレンフィディッチ。これフィディッチっていうのこれ。もしかして。あ、グレンフィディックだよな。グレンフィディック。世界で初めてシングルモルトウイスキーとして売り出したグレンフィディック12年は、今日では世界で最も飲まれているシングルモルトウイスキーへと成長しました。アメリカンオークとスパニッシュオークの樽で最低12年間熟成。神聖な洋梨のようなフルーティーな香りと微量の樽香がもたらす複雑で上品な味わいが特徴。香り、洋梨を思わせるような新鮮でフルーティーな香り。味わい、甘くフルーティーな味わい。バタースコッチクリームモルティ。かすかなオーク。後味、ミディアムボディ。うん。うん。洋梨、ああ、確かに洋梨っぽいかも。本当にフルーティーですね。うん。うん。本当にフルーティーだな、これ。なんか、みずみずしい。みずみずしいというか、そのような感じがしますね。
で、ちょっと、あれかな。バランタインみたいな、ちょっとなんていうか、なんか、ミルキーな感じもしますね。バターっぽい。バターっぽいね。味がね。若干。ちょっとバターのような香りと甘さもありますね。楽しみ方。やっぱハイボールなんだ。洋梨を思わせる柑橘系フルーティー。洋梨やレモンを思わせるフルーティーさと、滑らかなコクが特徴のグレンフィディック12年、ソーダで割ることで、より軽やかな味わいを楽しめます。でも確かにこれなんかリンゴっぽいな。本当になんかリンゴジュースっぽい味するわ。なんか、洋梨っていうか、リンゴっぽい。リンゴっぽい味もするね、確かにね。ほんとサントリーは何でもかんでもハイボールを勧めてくるね。まあでも最近そろそろね、暖かくなってきたんでね、美味しいハイボールが美味しい季節。なってきたんではないかと思いますけど、まあハイボールか。2500円のやつはハイボールか。ちょっと厳しいものがある。個人的にあまり。普通に水割りだな。こういうのは。高いやつは水割りですよ。トワイスアップで飲むのが個人的に好きな。確かになんか青リンゴとかっぽいな。青リンゴみたいな味する。ちょっと香りが。美味しいですね。飲みやすい。まあそうですね。グレンリベットに比べるとちょっと癖があるかなといった感じでしょうか。まあでも香りもちょっと特徴的なフルーティーな香りだがするんで、美味しい。まあ2500円か。高いな。やっぱり高いな。まあ仕方ないけどね。28日と。コクはあんまりないでしょ。僕はそんなにないと思う。甘みはそれなりにある。香りもまあ、強めで。まあ、おすすめ4つ星にしとこうか。3444です。ご視聴ありがとうございました。